まずいな。おーいもう早速これゲームオーバーやん。嘘だろ。ちょっと嘘じゃん。そんなことあるの。むず。公爵、ランベリー領主、エルムドア公のこと。これ仲間になったってことか。私の選択によって仲間が増えたんかな。オッケーオッケーオッケー。いや、ポーションってどれだけ貴重なアイテムなんだろうか。余計なことして、まあ、2個無駄にしてしまったけど、2個帰ってきたし、白魔が入ってきたら、まあ、ケアルとかもあるだろうし、OK でしょう。そこまでカチカチに攻略しなきゃいけないほど難しくはないだろう。剣士アルガスいいな。こっちは親友のディリーダー。いやー、ここで親友って言ってんのかなー。いや、ほんと何があるんだよ、この二人に。北天騎士団のベオルブ家がめちゃくちゃ有名。まあそうだよな。兄弟全員すげえもんな。サインでもしようか。お願いだ。公爵様を助けるため、北天騎士団の力を貸してくれ。まあ、わしの一存で決定できることかわからんが。誘拐された。早く手を打たないと。うわぁ、これも選択肢あんのかな。公爵を優先するかみたいな。ずい。頼む、手を貸してくれ。ずい。まあ落ち着けよ。死ぬと決まったわけじゃないんだろう。ムクロ旅団だって誘拐したからには何か狙いがある。うん、僕らだけではどうしようもない。まずはイグーロスへ行き報告するのが先決だ。分かった、そうしよう。そしたらまずセーブしてからのイグーロスか。ちなみにあれだな、メモリーカードだからセーブできる。あ、でも思ったより、え、あ、15ファイル、思ったより多い。で、ポーションしか手に入れてないから装備を変える必要はない。あれか、ブレイブストーリーが追加されてる可能性があるか。あ、戦死者とかあるんだな。殺害。殺害数我々もっと殺害してないか。え？シーフ結構盗賊倒した気もするけど、やっぱイベントの見返しだよな。あ、増えてない。あ、ん？聖アジョラ、セントアジョラ、あれあったっけ。いや、むずいな。やっぱ FF12 と同じイバリースの物語だから。いや、 FF12 も結構ややこしかったんだよな。そしたらまずはイグーロス。作戦会議か。ダイスダーグッキョー。え、お兄ちゃん、長男ですね。初陣を勝利で飾ったそうだな。兄として嬉しい。やっぱ、ベオルブ家の血ってすげえな。覚醒しそう、将来。エルムドア公の馬車が襲われ、誘拐されたとのこと。
いかがなされますか？お兄ちゃんなのに、なんか他人っぽい感じで。すでに手は打ってある。身の代金の要求もあろう。宝釈殿が生きておいでならばな。お願いします、ベオルブ閣下。何卒私に100の兵を。100の兵お前それはちょっと欲張りすぎてないか。そのくらいないと攻め込めないってことか。手を打ったと申しておる。それが分からぬわけではあるまい。ここは貴公が暮らす土地ではない。ガリオンヌのことは我らに任しておくことだ。なるほど、身分をわきまえぬか、アルガス殿。貴公は騎士の称号すら持たぬ一兵卒に過ぎぬことを忘れておいでか。いやー、助けた義理もあるからどうにかしてやりたいけど。何、それほど難しくはない。危険がこの城まで及ぶことはなかろうよ。それフラグって言うんだな。まあいろいろあるからな。作戦があるからまあ仕方ない部分もあるよな。俺の家も昔はベオルブ家みたいに皆から尊敬される家柄だったんだ。50年戦争の時に俺のじいさんが敵に捕まってな。じいさん自分だけ助かるために仲間を敵に売ったんだよ。そう、自分の命を救うためにね。だからちょっとそれ以来ってことか。まあそういう噂が立ってしまったっていうな。まあ噂、まあ真実かもしれんけど。いやでも難しいよな、自分の命かかってたらさ。身分か、確かに俺一人じゃダイスダーク卿には会えないんだよな。え、若い娘の声、兄さん。あ、ディリート、おー。かわいい、かわいい。私の妹、アルマ。これ、聖騎士ザルバックが何とかしてくれるとか。で、これ妹同士が仲いいっていうやつだよね。我々も親友だし、妹同士も親友と。で、盗賊狩り。あ、身の代金の要求。ということはまだ生きてるんじゃないか。ただどうも腑に落ちないことがある。ムクロ旅団は反貴族を掲げるアナーキストだが、貴族やそれに仕える者たち以外には手を出さない義賊だという。そんな奴らが金目当てで公爵殿を誘拐したとは考えにくい。放った草の一人が戻ってこない。いやー、なんかあるんだろうな。ガリオンヌの東、ドーターという名の貿易都市。お、城の警護など退屈。そう、安全って言われたしな。行くか。いや、次男の方についてくか。
の妹と。まあそうだよな、これし戦死してしまうかもしれんもんな。ああそうなんだ、身分が。そうだよね、ラムザの父がちょっとまあ無理って入れてもらったから、周りの人たちと身分があまりにも違う、いじめられることが多い。いやそうなんだよな、確かに辛いかもしれんな。ラムザ兄さん、風が吹く。お、緑の、ま、点が出た。緑の点はね、これランダムで戦闘があったりするらしい。ということはこれ選択肢が出たな。マンダリア平原に戻り、何かイベントを起こすか、こっちの赤色はもう確定戦争で、まあドーター目指すかどうか。一応あれか、こうやって街を丸ボタン押すといろいろあったな。いや、やり忘れてたかもしれんな。こっちガリランドもちょっと後で行ってみよう。アイテムが変えたり、酒場が、酒場はまさか仲間か。噂話、ムクロ旅団。なんか義賊だったけど最近怪しい。でもさ、犯罪者が多数を占めており、義賊か本当に、ならず者集団やん。ちなみに、オムドリア三世。先日、オリナス王子の誕生会。唯一生き残ってる、王様の子供かな？の、誕生会の席で倒れた国王の容態が心配されている。で、そうか、獅子戦争前だから生きてるというか、ちょうど死ぬということか。このオムドリア三世が死んだ後の権力争いみたいなところが獅子戦争ですよね。で、50年戦争がイバリスとオルダーリア、オルダリアの間で50年にわたって繰り広げられた戦乱。なるほど、そんな感じか。仲間に、っていうか、あなた酒場で酒飲める年齢じゃなくない？仲間をゲットする場所ではないと。あ、てか、斡旋所が別にあったな。で、ポーションちょっと無駄にしちゃったわ。ミスリルナイフ500。武器は今んところみんな装備してるんだよな。うわー、遠距離。うわー、盾か。待て待て待て。盾は確かに欲しいぞ。ブロンズヘルム、レザーヘルム。いや、このあたりも欲しいぞ。装備負荷。あれ？あ、盾ってあれか？なんか両手持ちみたいな、左手解放みたいなアビリティだっけ？あれ？装備負荷。え？なんで？みんな装備負荷。バトルブーツは欲しいけど1000円するのか。そうだよね、バトルブーツは一応みんな、いやーでも2人持ってるんだよな。こういうのお金出せなくなっちゃうタイプなんだよ。試着？論争強くない？待って待って待って。そうか、武論争じゃなく論争があるのか。論争は普通にありだな。装備できる人も多い。ちなみに
そうか、ジョブが違うっていうことかな。ボウガンは装備できない。そしたら論争、いや論争2個も買っちゃった、もったいないかな。まあ3人これでちょっと強い装備ができる。戦士圧戦所も行きたい。そしたら、あー、この辺もちょっとやるか。そうだな、覚えるっていう JP が289、こういうアビリティごとに JP が溜まってるということは、おまじないはもうすでに覚えてると。いやー、そしたら手当てとか、エールでスピードを上げる。いや、結構強いユニットが入ってきた時に、これヘイストだよね。ヘイストは普通にありなのかもしれない。貯めるか。一ターン目、敵に接敵できない場合に、ガッツからの、なんだっけ、中身見れないか。さっきさ、貯めるとかってなかったっけ。ただ、ラーンドになってないということは、貯めるはまだ覚えてなかったのか。これ、移動した後貯めるっていうのやりたいから、ちょっと300貯めようか。アイテム誌。で、もう一枠、アビリティ。デフォルトともう一個自由セットがあるから、アイテム誌をつけるか、ナイトをつけるかみたいな。うわ、おもろ!セカンドジョブか。これ、ケアルつけたらさ、ケアルもいけるってことでしょ?いや、ラムザをどういう育成方針にするか。白魔的なサブを入れていくか、黒魔で魔法もいけるようにするか。いやー、白魔プロテスシェル、誰か一人は白魔にしたいんだよな。いやー、この辺りの人を誰か白魔にするか。ちょっと気になったのは、圧戦所で戦士、1500、1400、結構高え。もうバネッサ、白魔つけちゃってさ、とにかくバネッサ補助キャラにするか。ケアル、プロテス、シェル。まだ魔法は多くないと信じ、プロテス覚えからのケアル覚えで、ちょっとアイテムとダブル使いでめちゃくちゃ回復できるみたいな。ちなみにフェニオが90円か。もうちょっとしたらフェニオも使えるようになるな。ラムザフェニオ覚えられるのか。ラムザが一応フェニを覚えておいて、誰か一人は起こせるようにしておかないと。まあラムザが死んだらあれだけど、仲間がね、離脱してしまいますよね。ちなみにガリランドの酒場とかで話変わるかな。基本的に同じ。売ってるものは、あー違うわ。むしろこっちの方が今装備できるものが多い。革の服。いやー、どのくらい強くなるんだこれ。ちなみに最強にすると2種類変わって、 HP13、 MP プラ5。いやー、でも結構敵強かったしなー。3個買って羽付き3個、
で、革の服も3個買うか。ちょっとケチりながらも少し強くする感じかな。ケアルゲットしたから、まあポーション5個でもなんとかなるでしょう。これでいこう。装備するのを忘れずにかな。とりあえずラムザとディリータとアルガスがネームドキャラっぽいから、この3人を最強にしようかなっていう作戦。ちなみに持ち逃げダイナミックしたり許さん怪しいんだよなディリータ。絶対こいつはどこかでいなくなることは確定しているわけだが、というかアルガスですら怪しいよな。まあいっか。ちなみにすでに行ったことがある、ここがね、説明書によると、ん？なんかバトルすることがあるみたいな。でも選択できないわ。え、うわー、なんだ？バトルすることがあるって何？通過したら一定確率でなんか敵と接敵するってこと？なるほど。ちなみに戦ったら敵がどんどん強くなって詰むとかないよな。